演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、カルビーの47都道府県代表の味お菓子、石川県代表カニ麺味を食べてた。金沢おでんカニ麺味。金沢のおでんにはカニが入っているようなんでしょうか。うん、まあ、ここに書いてありますね。なんか金沢のおでんの一種、冬しか食べられないとか、それが年賀年中これって食べられるわけではないと思いますが、どんな感じなんでしょうね。では、カニは鳥取に旅行に来るに食べたことあるのですが、これはどうなのかな。こんな感じですね、やっぱり見た目は。まあ、おなじみですか。では、いただきます。カニの実物を食べた身としてはどうもこれはだな。俺のチップスはパリパリと塩気のあるもので美味しかったんですが、あれカニの味、カニどこ行ったっていうぐらいカニの味を探さないと味ない、ちょっと表題に出てるのに感じなさすぎではないのでしょうかという疑問が正直浮かんできてしまいました。これだとこのマスコットキャラクターも泣いてますよっていうような感じです。なのでちょっとこれはカニを表題に出している商品としてはないかなということで、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと感じたかったな。カニカマの方がまだって思えてしまったのは本当に残念です。それではフリューバラやロックンロール最後まで。きっとかっ飛ばしてるんでしょうね。冬バナナ、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。